どうもこんにちは。こんにちは。ナナちゃんです。七不思議の吉田モモです。おはようございます。お願いします。よろしくお願いします。そして、はいはい。七代さんにゲストいただいております。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。前回の声好きだったんですよ、俺の話。あのね、はい、前回のその配信の後でもノブさんちょっと喋ってましたけれども、はい、その聞くとノブの中でね、なんかこれはちょっとやばいなって感じるものがちょっとね、最近俺はそのノブのその状態っていうのはあんまり見てなかったんですよ、はい、久しぶりだったよね。西浦さん以来ですよ。あ、西浦さんが西のね、はい、話した時も、あれ僕途中からシャットアウトしたんですよ、聞き流す、ね、あの遺跡というか縄文時代のなんかの話ね。あ、でその時と同じ感じになってきたから、はい、これ多分あかんやつやなと思って、はい、七代さん、やりやったなと思って怖いの要求したのノブだから俺そう一番怖いのって言ってました俺が要求しといてあれなんですけど、そうそう、多分当初やりやったなと思ってというわけで今回は2回目登場ということでなんですけど、どんな話が伺えるかってとても楽しみですね。楽しみですね。そうですね、なんかいろいろ考えたんですけど、なんか短い話をね、あのこの間あの会見カスタム会見の時にあの相当会談とかありましたけど、はい、1分とかありましたね。そうですね、まあ、1分などちょっと厳しすぎるんですけど、まあ、2分以内とかの、みたいかなの話とかもいくつか持ってたりするので。本当ですか。なんかこうどっちかっていうとなんかめちゃ怖いっていうよりは、はい、なんかこういろいろ織り交ぜて、はい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 、でいけたらなとは思うので、3つぐらい話してもらえたら嬉しいかなとは。ですね、七代さんのショートショートスペシャルみたいな、いいですね、感じでやらせていただければ、はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。伺わせていただければ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、うん、はい、一つの話、これは僕の、今まで収集してきた怪談の中で一二を争うくらい不思議な話というか、むしろこれちょっと聞いた結果、誰かこうなんだろう、同じようなものを見たことあるっていう人とかに聞いてみたいなって話ではあるんですけど、はい、これとある男性の方が学生時代ですね、大学生の時に下宿してたんですよね。で、まあ、大家さんの、方がいて、その、方の家の1階、2階が、学生向けに、まあ、貸されていて、はいはい、その1階の部屋を、まあ、自分が借りてたんですよ。で、まあまあ、大学生なんで、お酒も飲めるもんですから、友達とかバーって集めて、まあ、飲み会とかやるんですけど、ある日、その、まあ、友達集めて、もう、うわーって日本酒の瓶とか、もう、わーって持って、もう、大騒ぎしてたんですよね。で、2回もまあ、学生なんで気にせずにやってたんですけど、はい、飲み会やってる最中に、急に一人が、わーってなんかこう、叫び声を上げた。はい、どうしたんだよ、お前。なんか酔っ払ってんじゃねえよ、って言ったら、しゃしゃしゃ、見ろ見ろ見ろって言って、部屋の真ん中の床のところを指さしてるんですよ、ずっと。って言ってよく見たら、下から何かがズズズズズって出てくるんですよ。何これって言ってみんなもうポカーンってして見てたら、そのズズズズって上がってきたらもうシャボン玉なんですよ。めちゃめちゃ大きなシャボン玉がズズズズズズズって上がってきて、部屋の空中をポワンって浮かび始めて。はい、ってみんながなんだこれって言ってる間にズズズズズズって天井に吸い込まれてたんですよ。でもうしばらくの間絶句してってやってたら、上の階からうわーって叫び声とボタンって音と聞こえてきて、なんだと、まあ、なってて、でもその日はもうなんかめちゃめちゃね、こうもう酔っ払ったりもあったから、いや見間違いなんじゃないかな、でも 5,6 人で見間違いことあるかみたいな話をしながら寝たんですけど、まあ数日後とかに、上の階で別の大学の学生だったんで、ちょっと聞いたんですよ。はい、なんか、はい、なんかありましたこの間みたいな言ったら、それがさ、床からシャボン玉が出てきてさ、屋根の方まで突き抜けてったんだよって、上の階の住人も言ってきて。へぇ、たまたまその上の階の大学生も、まあ5、6人ぐらいですかね、結構な人数で飲み会開いてて、合計で10人以上が全員シャボン玉目撃してるけど、何だったかわからない。面白い、不思議な話です。全然わかんないですね。そんな感じでございます。なるほど、はい、
完全シャボン玉なんですか。シャボン玉だったらしいですね、見たものが。もう虹色にちょっと反射してる。もうそうですよね。ただまあ普通であれば出てくるわけないし、物にぶつかったら破れるじゃないですか。消えますよね。それがそのまんま上がってって綺麗に上に登ってったっていう話です。何が何だか分からない、でもとても不思議ですね。そうなんです、まあ、そんな話があった。はい、じゃあ続けていかせていただきます。はい、よろしくお願いします。2本目の話はこれはあの会見カスタムカップで実はショート会談で話そうかなと思ったんですけど、最後まで迷った挙句、まあその大会の時にはあれでしたね、あの満員電車の話をしたかなと思います。はいはいはい、ああなるほど、はいはいはい。これもちょっと電車とかまあね駅とかにかかる話あるんですけど、はい、まあある、男性の方なんですけど、その方ねこう大学卒業した後社会人になってからその大学時代の友人たちとちょっと飲み会しようやって言って、でまあとあるまあ町の繁華街に集まってうわーって居酒屋で飲み会して、はい、あやべえこんな時間じゃもう終電じゃんなんて言ってで帰ろうかって言った時に友人たちみんなは終電あったんですけど彼だけ終電なくしちゃったんですね。なるほど。あーってなって、でお前どうするのもっと朝まで飲もうぜって言ったら、いや俺明日仕事あるからごめんななんて言ってみんな帰っていっちゃう、うん、で白状だなと思いながら、うん、駅前でどっか泊まれるとこないかなって探した時に、まあ、ネット喫茶があるわけですね、インターネット喫茶、でそこにとりあえず入っていって、まあ、とりあえずもう寝るかってもう眠かったしってなってで通されたブースあるじゃないですか、その個別ブースに入って、はい、でダラーンってこうだらしなくなりながら、あー今日飲んだななんて言ってたんですよ、うん、そしたらブースとブースの間って狭い廊下みたいになってるんですよね。ありますね。その廊下のところをなんかさっきからパタ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 行き来しながら、もしもし、今どこにいんのってなんか電話してるギャルっぽい子の声が聞こえるんですね。うん、すごい。若い女の子の。はいはい、うるさいなぁと思っても、通り過ぎればいいのに、そこの通路のところ行ったり来たりずっとしてるんですよ、なんか。うるさいなぁって言ってるのに、ずっとこう、じゃあ今から行こうかな、どうしようかなみたいな。ってずっとなんかこうパタパタやってるから、はい、いい加減これ注意してやろうかなと思って体こう起こしてなんだよってパッて見たんですよね。そしたらブースの戸あるじゃないですか、はい、その戸が全部こう隠れてるじゃなくて下と、まあ、上、はい、まあ開いてるやつあるじゃないですか、あります、下が開いてるんですけど、さっきからその女の子の声ずっとしてるんですけど自分のブースの目の前でつま先こっち向けて立ち尽くしてるんです、女の子が。でその場でなんか、ウケるねーとかって言いながら喋ってるんです、ずっと。はい、何どういうことで、じーっと立ち止まってるんです。明らかに動く気配がないんです。はい、気持ち悪いと思って、どういうことって思ってたら、上から気配を感じて振ってみたら、はい、2メートル以上高さあるのに、そこからずーってこう覗き込むような形で、ウケるそう言ってきて、パッて消えて、でもう何にも言えずに、いたら店員さんが逆にやってきて、はい、ちょっとお客さん静かにしてもらっていいですかみたいな、バタンとかガタンとか聞こえてますよって言われて、はい、いやいや今女の子がって言ったら店員さんたちとかお客さんとかには一切聞こえてなかったんですね。今考えてもやっぱ上から高さから覗いてることも含めて、まあ、この世のものじゃないなっていうふうに思ってるっていう、そんな感じのことがあったっていうお話でした。ありがとうございます。なんだろうそうですね、その体験された方についてきてる気もしますけどね。可能性もあるのかなと思うんですよね。それ以外でその子を見た覚えがないとは言ってたんで、はい、分かんないですけど、ただまあ、うん、本人はなんかこれは酔っ払ってた時だったから、まあ、勘違いかもと言ったんですけど、あまりに描写が細かいんで、そうですね、いや俺勘違いじゃないと思うけどねっていう話をしていろいろ。うんって感じでした。怖っ。2メートルぐらいが覗いてんの怖っ。ねえ。なんか場所よりもその人についてるの可能性もあるってこと、ね。可能性もあると思いますね、でも確かに。ね、場所やと、なんかもう少しその、なんかありそうな気もするんですよね、その、うん、その方だけじゃなくて。ああ、周りの人もね。確かに。ありがとうございます。怖い面白い。でもじゃあまあそんなこんなで、まあ、ショート続きでラストの話になるんですけど、これ珍しいんですけど七城自身の体験談ちょっと
話そうかなと。はいはい。思ってます。これも、まあ、会見カスタムカップで話そうかなと思ったんですけど、まあ、中途半端な長さなんでどうしようかなって言って、お蔵入りになったというか、話さなかった話なんですけど、はい。ありがとうございます。ちょっと前提の話がちょっとややこしいというか、まあ、わかりづらい部分もあるんですけど、僕昔、もう昔って言っても、もう6年とか、それぐらい前ですかね、5、6年ぐらい前なんですけど、はい、友達とちょっと事業を起こして、まあ、ちょっと変わってるんですけど、ダッシュ村みたいなね、こう、テレビ番組やってる村づくりみたいなことを、なんかいろんな人ができるようになったらいいよね、と言って、山の中の土地を借りて、そこを切り開ける場所を作ろうみたいな。お小屋建てたりとか、畑作ったりとか、木を伐採したりとか、みんなでしていって、一個の村みたいなものを作ろうみたいな、そんな感じのサービスを始めたことがあったんですが、はいはい、リアルマインクラフトみたいな感じで、そうそう、ね、リアルマイクラです、まさに、まさに。マイクラだね。そうなんですよ。で、そういうサービスを始めた時に、はい、現地のスタッフが必要なんですよね。はい、で、まあ、全然人員がいるような、まあ、友達を2人でほとんど始めたような感じだったんで、まあ、七城が、まあ、場所に行って、自分たちの住む小屋だけ建てて、で、とりあえずお客さんたちに、招き入れて、まあ、なんかこう、やってるみたいな状態だったんですけど、それで、まあ、本当にね、あれなんですよ、山奥なんですよね。で、周り一番近いところで民家が1キロぐらい離れてるっていうぐらい、めちゃめちゃもう山の奥の荒れ地というか、うん、はいはい、ほぼ竹林なんですよ、全部。ああ、そういうとこだったんですね。なので、そもそも土地を切り開かないと、まあ、畑作るとか小屋建てるとかできないので。開拓ですね、もうね。そうなんですよ。だから、その当時、そのお客さん の、 対応だけじゃなくて、その小屋に住みながら、自分で、重機も入れられなかったんで、中、とか使って、はい、一生懸命竹を伐採した時期があったんですよ。でもそれ自体はもう結構わけわかんないですけど、その時に、まあ、その竹林の奥まで入り込んで、はい、ちょっと隣の、人との境界線ですよね、土地の、うん。それどこだろうって探るために、うん、その、まあ、奥の方の竹を伐採したんですよ、その時の、うん、はい。で、お昼過ぎぐらいだったんですけど、そしたら、急になんかこう、声が聞こえてきたんですよね。はい。で、なんかキラキラってなんか笑ってるような声とか聞こえてきて、どっから声するんだろうなと思ったら、自分の今背後にある、その小屋とか入り口があるとこじゃなくて、竹林の奥から聞こえてくるんですよ。うん、で、なんだろうって耳を澄ましてると、まあ、わかんないから、まあ、それは耳かなと思って。で、もう一回作業してると、また聞こえてくるんですよ、うん。で、その声っていうのが、家族連れの声なんですよ。完全に。ほう。で、喋ってる声も、子供が絶対にいるのはわかったんですよね。その、最初の子供のその、キラキラって笑ってるような声っていうのが、聞こえてきて、なんかお父さんかお母さんに話しかけてるみたいな感じの声なんですよ。で、プラス、なんかお父さんっぽい人とお母さんっぽい、なんか、もう、大人の男性女性の声が、わらわらって聞こえてきて。で、あと、赤ちゃんの声が聞こえてきたんですよね。で、なんか、あにゃあにゃーってずっと泣いてる。なんだろうなと思いながら、でもあっち道ないし、この奥だってもう全部、もう山奥、完全にないよなーと思ってると、その声が、ちょっとずつ近づいてくるんですよ。で、え？って思ってる間に、もう、なんていうんですかね、4人っていうのも完全にわかるし、明らかにこっちに向かって歩いてきてるような声なんですけど、はいはいはい、目の前見ても全部竹林なんですよ、うん。で、向かってくる、向かってくる、聞こえる、でもいない、聞こえる、でもいないって言ってるうちに、もう、数メートル先ぐらいから喋ってんのかな、ぐらい。聞こえてくるようになってきちゃって、もう怖くなって、ブワーってなた放り投げて、もう逃げたんですけど、はいはいはい、一回それを、まあ、友達とか周りの人に、いや、こんなことあってねって話してる時に、いや、でもそれがなんか、まあ、山とかの都合でそういう風に聞こえたんじゃないのとか言われたんですよ。まあまあ、わかんないですけど、反響だとか、まあね、いろいろあるかもねって言われたんですけど、今振り返ってみると、数メートル先ぐらいから聞こえてくるとこまで行った時に、何喋ってるか一切わかんなかったんですよ。だから、なんていうかな。例えば数メートルぐらい離れてて、人が喋ってたら、私はとか、でねとかっていう、なんかこう言葉の一部は聞こえるじゃないですか。絶対わかりますよね。主語であったりとか、そういうの。そうなんですよ。それが一切聞こえない。うん、全部、なんて言ってるかわかんないんだけど、ただ子供と赤ちゃんと両親っぽい人が楽しそうに喋ってるのだけはわかるんですけど、言語になってないんですよ。何だろう、それ。だから気持ち悪いなと。今思い返しても、まあ、どう言ったらいいか分かんないけど、まあ、山のもののけ的な、なんか分かんないですけど、何かなったのかなっていうぐらいの解釈ですね、自分で。なるほど。そんなことがあったっていう体験なので。なんか、誘ってる気しますけどね。
いや、そうだ、もうなんかこっちの方に来させようっていう意識を持たせようとしてる気もするんですけどね。近寄ってきてね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。長々とすいません、本当に。今回は我々の方にゲストで来ていただいたんですけども、はい、ちょっとこれね、ご時世的にうまいこといけるようになったら、ちょっと我々も七代さんのチャンネル遊びに行かせてください。いや、もうぜひ来ていただけたら。あ、行きたい、本当に行きたいんですよ。ぜひお願いします、本当に。そうです。吉田桃はこっち好きなんで。酒飲みたいです。いや、もうそうです。はい、晩酌会談なるものをやって、酒飲んでばっかりいますんで。めっちゃ楽しみなんだよな。いや、もうぜひお越しいただけたら嬉しいですね。はい、いただきます。ということで、で2回に渡りまして七代さんにお越しいただきました、はい、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。